ヒメツバキはツバキ科の樹木。初夏に白い花をつける。小笠原から知られる。沖縄では非常によく似たものが異樹として知られる。ただし、分類上はかなり混乱が生じており、別種とする説、同種と見る説、同種内の別足種とする説もある。ここでは両者をまとめて記す。マラヤではメダが当たると呼ぶ。ヒメツバキは大きくなる木で白い花を一面につけ、 よく目立つ植物である。小笠原では秘メツの名で、沖縄ではイジュの名で知られる。バイオニア的な性格の樹木で、身近な虹林に数多く見られ、また栽培もされる。木材としても利用される。ただし分類上は混乱があり、当初は蒸気二つを独立と見た。だが、本属には十種ほどが知られ、それらの区別にも問題が多かったので、大きく見ると、 すべてを一つにまとめる説もある。以下、別に扱うときは、和名では、沖縄のものを、伊住、小笠原のものを、秘密柿と呼ぶ。なお、秘密柿には、別名として、玉椿がある。常緑性の高木で、低木上にも生育するが、高さ10メートル以上になることもある。若枝には当初は白い絹毛が密着して生えるが、後に無毛となる。 葉は五生し、特になりきでは枝先に集まって、束生となる傾向がある。葉は皮神型から楕円状皮神形、あるいは卵形から東卵型と形にかなり幅がある。長さ8から13センチメートル、幅2.2から3.7センチメートル。先端は普通に尖るか、ややお上に伸び、基部は次第に狭くなって傭兵に流れる。葉は中脈でわずかに2つ折りになる。 葉の縁は前縁から巨子縁まで、表面は艶のある緑、裏はかすかに白い甲巻、両面とも無毛。花期は3から5月。枝先から出る花程は短くて、多数に枝分かれし、その先に花がつく。まず、小砲2枚があり、これは早期に脱落する。次に、学編は狂乱形で、長さ4ミリメートルや土材性で、瓦状に重なって、多数が並び。 半円形で内側に毛がある。花弁は5から6枚、白くて大きく開く。花の小道は約5センチメートル。花弁は甲卵形で浅いお椀状で、先端は丸く、基部では互いに少しだけ合着し、ここに多数のおすしべが合着している。果実は変球形で計2センチメートル、熟すると孤立して種子を出す。種子は扁平で、長さ8ミリメートル。 翼がある。なお、沖縄の維持と小笠原の姫椿では、多少の差異がある。例えば葉の形では、移住では葉に巨子があるのが普通だが、姫椿では、巨子はほとんど出ず、成木の葉は、全縁である。葉質も姫椿の方が厚毛である。また、姫椿では、特徴的に花柄の上部から、額の外面に木ぬを密生する。日本では、小笠原諸島と、 アマミイランの琉球列島に分布する。国外では東南アジアや東部ヒマラヤにまで分布する。ただしこれについては分類の項目を参照。パイオニア的な性格を持つ。芽生えは日当たりの良い環境で育ち、半日陰でも生育はできるが、大きくなると林間に出て、日向で生育、平らな樹幹を形成する。花数、種子形成の数が多く、 また種子が比較的小さくて羽を持ち、広く散布されることもこれにかなうものである。沖縄本島では、中部以北、非石海岸地域において、琉球松林などによく見られる。島ワリシ、インドネシアジャワ島を同じく、ネパールこの族には、東部ヒマラヤから、マレーシア西部、東アジア南部の熱帯、亜熱帯域に10種ほどが知られる。日本では、上記のように、 小笠原と琉球列島が二大分布域であるが、この両者にも明確な違いはあり、差は大きくない。そのため、これをどう見るかについて判断が分かれてきた。初島は、沖縄の位置を秘密脇とは、別種の S 割りし SSP、老雪アンシスとみなし、琉球列島の固有足と判断している。北村、村田は両者を、同一種 S 割りしとしながら別足とみなし、維持を、 SSP ロンハエヒメツバキを SSP マートスサンナとしており、それぞれの分布域を、維持は、東南アジアまでのものをこれに含め、ヒメツバキについては小笠原のみとしている。また、ヒマラヤ等の種についても触れ、扱いについて断定はしないものの、種として区別するのが困難と述べている。佐竹他ではこの植物が風で散布される種子を持つ、ことに絡め、 比較的新しい地質時代に分布域を広げたものと推定している。そのため、各地で地理的変異を見ることができるが、それは種を区分するには当たらないとの立場で、琉球列島さんと小笠原さんを同一種 S 割子としている。ホッタはさらに、本族の知られている十種すべてを同一の種とする判断を紹介している。それによると、日本の琉球、小笠原の領集団は、 東ヒマラヤから東南アジアに分布するものとまとめて、秘密履き S 割し SSP 割しとなり、東南アジアのものを S 割し SSP の論場へとする。だが同時に彼はこれらの中に、地理的、あるいは生態的に明瞭に区別できるものが、含まれると、この体系への疑問を示してもいる。しかしユーリストでは両者を別種とし、異次オ S サプザーババリエーション。 コンコンシスの学名を当て、これに対して秘メツバキを S ・ウェイ・ライチ・ S ・ S ・ P ・マートンズアナとしている。ちなみにこの木は、日本産の椿バ科としては、葉が大きくて柔らかく、なんとなく特徴がつかみづらい普通なこの葉型なので、花がない時、若枝では、童貞に手こずることがある。庭園や公園に栽培されることもある。材は、犬巻き。 木国には劣るものイタジンよりは良材であり、各種の溶材として用いられる。また、樹皮の粉末を魚毒として利用したことがある。木の灰から取ったアクは、沖縄蕎麦を作る際に用いられる。造林用樹木として利用することも研究されている。熱帯植物養卵熱帯植物研究会、妖剣堂、1996年、第4版、117ページ。 ISBN4 から92万4395から 03X。北村、村田 P153 以下、主として、佐竹ほか、P143? 北村、村田 P153 佐竹ほか、P142 沖縄生物教育研究会 P、百八島 P409? 北村、村田 P152 から153佐竹ほか、P143 ほった。 P152 ユーリスト植物名検索表、2014年8月5日、閲覧アマの P112 掘った、P152、ありがとうございます。